今回紹介するのは、竜王のお仕事、三、という本です。愛も師匠と一緒に、オーロラ・ウンダーを目指します。宿敵、両党を使い、二三度破れた八十一は、さらなる進化を目指して、裁きの巨匠に教えを行う一方、八十一の憧れの女性、経イは、 研修会で高級の危機にあった急激に成長する愛と停滞する自分を比べ焦燥に駆られる経過私と愛ちゃんの何が違うのだが愛も自分が勝つことで大切な人を傷つけてしまうと知り勝利することに怯え始めていたそして経過の将棋人生がかかった大事な一戦で 二人は激突する中飛車のように正面からまっすぐぶつかり合う人々の姿を描く「関西熱血将棋ラノベ」らノべ感動の第三巻白鳥四郎先生の「竜王のお仕事」。 の3巻が全巻よりも内容イラストにおいてクオリティが上がっていて気づいたら読み終えていました将棋に少しでも興味があったら初巻から読むことをおすすめします配送に関しては全国無料でジャパンポストさんの梱包もいつもながらお見事でした以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。